さて、今週もですね、僕と志の輔師匠の対談の模様を、お届けしたいと思います。志の輔師匠を、はい、まあ、志の輔師匠がまだ真打ちになる前に僕は、うん、あの入門男子のところに入って、はい、で二つ目でもう、会をやってらっしゃるの僕はまだ入門前に見に行ってたんですよ、はい、もう落語家になろうと決めて東京に、まあ、出てきてて、自分の中で何人かこう当時若手の落語家で気になる人を見に行ってて、うん、でもちろん志の輔師匠でも二つ目だから、はい、弟子入りしたくても真打ちじゃないと弟子は取っちゃいけない、うん、だから志の輔師匠のところに入ろうと思っても入れなかったっていうこともあるんですね、うん、実際でも男子のところに入ったおかげでその厳しいことも教えてもらったけど、志の輔まだ兄さんだった二つ目の頃の志の輔師匠がやってたライブとか、はい、うちの、まあ、辞めちゃった兄弟子が前座でいつも行ってたんですけど、僕その人にあの明日志の輔兄さんのところに行くんだってその人が言ったら、じゃあちょっと僕連れてってくださいよって言って、うん、まあ、それも積極アピールですよね。で今でも覚えてますけど、一番最初銀座小劇場ですよ、うん、ハーレクイーン落語をやってらした頃ですよ、うん、あの時も誰だお前って言われながら赤木ですって言って、おそうか頑張れって言われてそれから僕この旦那新って兄弟子だったけど、うん、この人が前座で言ってたけど、はい、俺この人になり変わろうって思ったからね、あの気になれて、それであの前座で使ってもらおうと思って、だから僕は本当にでマスコミに、はい、まあ2つ目だけども、はい、出て、それでラジオの、まあ、真打ちの帯の文化放送で朝やられて、はい、30代ですよねあれ、うん、文化放送やってらっしゃる、ね、であの例えばラジオリポーターとかもピンチヒッターで使ってもらって、はい、でまあ携帯ではない時代、はい、公衆電話で電話して、うん、今日どうでしたかって聞いたら、ちゃんと的確にアドラジオなんだから、はい、一つポイント見つけたら、うん、余計なこと喋るな、うん、一つこれが面白いって決めたらそれについてリポートしろとか具体的に教えてくれて、うん、だからメディアへの出方とかそれも教えていただいて、落語の稽古もしてもらってんですよ、もうその時、うん、いろいろと。なのでそのスピリッツは男子からいろいろ教えてもらったし、うん、その落語の基礎っていうものは教えてもらったんですけど、僕は志の輔師匠にあのくっついてって、でいろいろまあ袖で見ながら、はあ、こういうアプローチか。それこそ今新作落語をすごい大作やりますけども、立ちでいろんなことやってらっしゃいましたよね、その若手の頃は、もうすごい新興宗教を扱った立ちでやったのとか、いやこれドン引きでしょって思った。その時ちょっと引いてましたけど、お客さんいや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 、でもなんかやっぱそういうチャレンジをいっぱいしてらっしゃるんですよ、うん、それをずっとやっぱそばで見させていただいたおかげで、なんかあこうやって、でしかもそれ確実に、いやもちろんその、捨てていくネタもいっぱいあるでしょうけども、それで確実にこう今みたいに上り詰めてるっていうところをずっとそばで見てたので、はい、これだけの人がこれだけの努力して、でまださらに69歳でも意欲的に全国もう海外回って、それもまた年に一度パルコで新作を必ずかけて、はい、でそこにはもう速乾するお客さんがいるから、要はもう逃げられない状態になって、いつもそういう意味で追い込んでっていうのを若い頃からずっと見てたので、はい、ある意味僕ごときは別にそんな全然足りないと思ってるんでね。ただ時代は大変になったと思うのは、そうやって今言ってくれたんで、昔のことを少し振り返ってみると、ステージだろうが、それからラジオの生放送だろうが、今から思うと本当にあの、まあ、言葉は的確じゃないかもしれないけど、喋ることが許される範囲は緩かったですよ。うん、つまりもうあの放送禁止用語も含めて言っていいことのエリアはまだまだ広かったですよ。うん、多少放送が終わった後、あのプロデューサーやディレクターが、いやあの話はちょっとあんまりね、全員が聞いてて気持ちよかったっていう話じゃないから、やっぱりちょっとああいうのはちょっと避けましょうか次回から、みたいなことで済んでいた時代があったんですよ。今もう少子君の生放送のこの4時間、はい、これも
大変なことですよ。だいたい4時間普通に会話してて一回も出現しないなんて人間いないじゃないですか普通だったら。でもそれを放送という枠の中で面白く許される、そして、放送禁止法では含まない会話っていうのをしなきゃならないようなアナウンサー、レポーターの方、パーソナリティ、そういう時代がやってきたんですよ。だからもうアナウンサーの方は、まあ、それは原稿を読むということで、正確に読むということで、まずは、もうね、役目の端割り9割はクリアですけども、そこに表情がついたり、ニュアンスついたりするんでしょうけど、落語家の場合は、極端なことで言えば、まあ、ペラ1枚と言っちゃなんですけど、その、今日のトップニュースといって、その新聞の朝刊にこれが出てますっていうことを、さて、どうやって、で面白くっていうのの面白いっていう部分は作家さんのいる番組もありますけど、でも作家さんは喋り屋じゃないですから、書き屋さんですから、書いている平面を喋って立体にするっていうのはものすごい大変なことなんで、それを4時間この時代に、そしてましてやそれだけで十分なのに5分吊り橋を渡ろうって言うんでしょ。いや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 、これは皆さん本当にね、吊り橋が切れんようにちゃんと紐で押さえておいて、しっかりと聞いといて守ってやってくださいな。ありがとうございます。いや、本当大変なことを引き受けたと思いますし、でもだからやりがいがあって面白くて、逆に言えば松竹君じゃなきゃできないだと思いますよ。そういうバラエティ的な4時間の中をニュースから小話に至るまでこれだけの幅でいろいろやっていけるのって、やっぱり落語家の中でも松竹君しかできないんじゃないかと思うぐらいですから、もう本当に博多の皆さん、ぜひ福岡の皆さん、この5分を聞くために6時から聞いていただければいいんですよね。 6時半から。6時半から、6時から起きて一応体操だけして、で、ね、で6時半からすみません、体操の時は違う曲じゃないですかいやまあ大変な仕事よく毎日受けたし、よくこれが2年間3年目に入って、で本が2冊目、はい、そんな人いませんよ今。こんな本が大変だという時代にこの短いスパンで本を2冊も出せるってどれだけの親類がいるんだと思いますか。いやいやいや、親類が買ってくれてるわけじゃない。あれちゃんとうちと違うんだ。いやいや、師匠はそうだったら、うちはみんないっぱい本出してますけど、親類がまだいっぱい DVD とかいっぱい出してますけど、あれみんな親類が買ってんのそんなわけじゃないですけど、ね、博多のチケットもうちの親類がほとんどいやいやいや、博多さんもいつもありがとうございます。本当に。いやいやいや、まあ、そんな感じで、もう、本当に、もう、ある意味師匠なんです、僕にとっては。兄弟子ですけどね。うん。ねえ。まあ、翔太師匠もありがたい先輩なんですが、志の輔師匠も、実に実に、まあ、身近でありがたい先輩なんですよね。なんで、まあ、そういう、まあ、あれですよ、僕だからっていう言い方もなんですけど、僕だからこういう距離感で喋れてますけど、うんうん、もう大概みんなピリピリしてますからね、もう志の輔となると。あ、なんか緊張感がね、やっぱすごい。そうですか。翔太師匠割と緊張感をね、うん、周りに伝えることのない人。むしろほぐしてくれそうな感じですけどね。志の輔はね、男子の緊張感をそのまんま受け継いでるので、初めて会う人はもうみんなこうピリピリしてるからね。そうなんですね、最初そういうオーラを出すんですよ、志の輔師匠って。うん、だからこれね、収録の時はもうこの番組のディレクターが東京に来てくれてやってましたけど、うん、まあディレクターは緊張感感じてなかったけどねまあでも庄司さんがねいやでもね、いやいや、やっぱり緊張してたと思いますけれども、ね、やっぱり庄司さんがこうね聞いてくださるのがあったからこそ、でもね本当に、ねありがたいことでございます。でということで、このわずかの間に2冊目が出たというのは本当にまたこれはすごいことなので、ね、ぜひ皆さん立川庄司のニュース落語2、お買い求めいただけるとありがたいです。そして、落語の方なんですけれども、はい、この間ね、JR 九州ホールのガチンコ落語会終わったんですが、今度独演会、立川庄司落語会一人舞台 by シーズン2がですね、9月の3日、まあ、8月を飛び越えて9月の3日日曜日お昼の2時から福岡市美術館ミュージアムホールで、行います。全席指定4200円ということで、もうチケットは今発売中でございますが、おかげさまで結構売れてますので、ぜひ、ね、なくならないうちにお買い求めいただきたいと思います。お問い合わせの電話番号を申し上げます。 0927399
239-239-2318 シアターネットプロジェクト、そしてチケットピア、ローソンチケットでも販売中でございます。立川翔志らくご一人ぶたバイツ、ぜひお越しください。タクジと歩く25分。この番組はリサーチなし、打ち合わせなし、台本なし、インタビューなし、グルメリポートなし、編集なし、反省会なし、予算なし、8つのなしでお送りしています。私と勝木かなディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか？福岡の地名が出てきますよ。